はいどうもこんにちは、ピアソのイリス。今回はアントニオを使って遊んでいこうかなと思います。ランク戦で、傭兵番してきましたということで、やっていきましょう。久々にねアントニオ使うんだけど、まあ、最近ね、まあ、やれガラティアだの、やれボンボンだの、やれ夢の魔女だの、まあ、その辺のね強キャラには負けるものの、まあまだまだアントニオも戦えるよっていうところを見せていきたいところで、そんな早く板倒すんかいそんな早く倒すの思わんかった。まあ、いや、じゃあ一発ぶん殴ってしまいましょう。でもアントニオがさ、俺マジでちょうどいいと思うんだよな。まあ、強すぎるハンターってさ、強くてさ楽しいけどさ、もうその先にもう待ってるじゃん、弱体化っていうもう罠が、もうとんでもないどうしようもできない敵がいるわけじゃん、弱体化っていうね。まあ、それを一切受けない OK、まあ、このアントニオというキャラクターは非常に俺は素晴らしいなと思っております。うん、OK、そこだったら本当にさないな。よし、さてさてさて、超高に指名手配ついたのはだいぶ大きい。そこか、これ今回スモン的に、そうね、多分墓の方にねオフェンスは空いてるはずだから、多分墓の方から来るはず。一応この耳鳴りはなんだ今の石の耳鳴りは一体なんだ。これオフェンスかな、今やってきた感じかな多分。うん、占い師ではなさそう。あ、いた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 、こっちが来るよね。さあ、ここ鈍化とりあえず3つけて、こんだけつけてしまえばもうこれ救助相当きついんじゃないかな。ちょっとタックル怖いから離れたとこで待っとこうか。タックル来ないね。オッケー、半分超えた。じゃあもう適当にゲン使っといて、やっぱね瞬間火力はこのキャラクター一番強いんで、まあそのね強いというところを見せていきたいところ。まあ、ただ救助狩りはねなかなか難しいんですよね。ただ今回傭兵版なのでワンチャンがある。さあ、おボール使った。あっ、いいよ、オッケー、もう帰ってくると思ったよ。オッケー、よしよしよし、まあ鬼没も使ったんで袋も使えずじまいと。よっしゃー、いい調子なんじゃないか。やっぱ鈍化さんマジで強いよな、あれのおかげで。うん、タックルのホームランゲンがめちゃめちゃやりやすいもん。あんなも必中みたいなもんだからね。よし、これは相当サメワチームきついのではないでしょうか。さあ、うまく逃げていく、しっかり見てくるな。じゃあこっち、ああ意外とそっち側か、ちゃんとしてるな、この占い師。まあここのタイミングで袋使ってくれた、いいね。これで立ち止まらせることにできたんで、しっかりと一発で投げることが可能と。あー、このオフェンス結構ボールあるんだよな、半分以上。このゲームミスったら、ミスらなかったのでオフェンスを釣ります。向こうはねやりかけなんだけど、さっきちょっと椅子使っちゃったから、まあまあまあ仕方なくここの椅子座らせようかな。真ん中とここがやりかけだもんね。うん、そこ守りきればもう新規で、オフェンスのやりかけ多分ね 1,2 割ぐらいしか回ってないから、ほぼ新規。さあ、そこ回してるのが占いかじゃないよね。あー、そこでないか。ってことはそこら辺に同じとこに調合者も来てるはず。うんうんうん、アントニオが、おお、びっくりしたやってきたね。ああ、これ、ああこれやってしまった。アントニオとして一番やってはいけないゲームを遠くに出しすぎるやつ。まあいいや、オッケー、まあ、全体負荷、まあ、正確ね傭兵版なんで、それを生かしていきましょう。全体負荷完了したんで、まあ、回復させないようにだけしとけば、でこれ何にしても勝てるんで、はい、ここの位置ゲイン張ってしまえば出して、おお、オッケー、ダブルヒット、いいね、アントニオっぽさ出てるね。あそこの位置にゲン出すとね、板の間に逃げ込めば確実にゲンの衝撃が当たっちゃうし、逆に逃げ込まなかったら通常攻撃やられてしまうっていう、あのピンチ期限だからねあれさあ、確定救助しようとしてるんで、はい、OK、 よし、久々に暗号機読んだで終わった気がするな。やっぱこれだよアントニオ、マジでもう瞬間火力最強だからな。うん、 DPS 最強です。アントニオやっぱ全部当ててしまえば、そう、当てるのめちゃめちゃ難しいけど、全部弦を当てれば一番火力が出るハンターって考えたら、もうこのワクワク感すごいよね。いや、これ超高所起き上がれちゃうかな。まあいいや、できればこのまま起き上がらせることなく終わらせたいんですけど、まあさすがに無理だよね。うん、仕方ない。まあただ向こうの椅子全部使っちゃってたから、ちょっとねオフェンス放置は危機一髪が怖かったんですけど、どこ、あ、なんか母いたわこんにちは、オッケー、よし、じゃあこんな感じでもう一戦遊んでいこうかなと思います。さあ、またまた使って遊んでいこうかなと思います。傭兵番してきました、レオの思い出で、相手の構成が祭司、機械にし、占い師、墓守とね、まあ非常にバランスが良くて回復がちょっと早めなので、気をつけていきたいところ。前はねずっと、あそこに墓守もいるし、ここロボ壊せるし、あーちゃんとしてるね。ただそれをしてしまうとそうなんだよな、本体の位置が全然離れられないからすぐ死んでしまうと。これ速攻で仕留め切りたいな。これロボ壊せたらどんどん距離取られちゃって、袋を使われちゃってってなっちゃうんで、そのやりに行きましょうか。よし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 、まあ機械技師ねずっといたら困るけど、こうやって見つけてしまえばどうってことないんで。あ、おー、そっち側戻ってくるか、向こう側の
奥のいたりと思ったけど、そうだよな。こっち側来ちゃったらこうなるからな。そう、疑心に対してアントニオの前いた子もマジで強いんだよな。振りがさ、アントニオってさ、めちゃめちゃ速いから、機械技師がいた倒したの見てからでも振り間に合っちゃうっていう、もうとんでも性能してるから、それがね、いいんですよ。そしてあそこにめちゃめちゃいいとこに椅子あるね。これ、ロボット壊しちゃおうかな。うん。レオの思い出も昔ここ椅子なかったけど、なんかいつかのタイミングで調整が来て、ここに椅子追加してくれたんで、この暗号機に対してめちゃめちゃ圧がかけやすくなった。この椅子増やしの調整マジで神だったよな。うん、あそこここの奥にある一番奥の椅子使ったらもうマジで釣れないみたいなよくあったから、あ救助しないか、それはありがたいよ。うん、ここで下手に4割時間かけたとしても相当初手早いから絶対暗号機回んないし、無傷されないんだったらもう勝ちみたいなもんだわ。ここでね、無傷されちゃうと引き分けがどうしても上がってしまうんですけど、それは無理。さあ殴って、ああおおまあそれはうん、ラッキー、ありがとう。よし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 、さあここやっていきましょうかな。多分救助最初こう来るしかないんで、まあでもここ回すね、めっちゃ回すね。さあここ張ってバチバチ当てて、これあ当たったこれはラッキー。まあ鬼没使いたいけど、鬼没使ってダウン取った代わりに多分そのぐらいで墓守が起き上がっちゃうから、さすがにねそれは避けたいところ。よいしょ、ギリギリ間に合わんかったか、危ない危ない。あれかな、多分最初も当てたからパニック発動してどんどん治療が遅くなったのかもしれない。通常はそのサバイバーのゲージ半分、まあそのゲージ半分分あれば起死回って吐けるんだけど、こんだけ負傷を増やすときはギリ間に合わんかったっぽい感じがする。よし、これもサバイバー相当きついんじゃないかな。さあ揺れ止まったってことは、あそこで治療してるくさいな、今そこでチラッと見えたな。まあ治療してるんか、あじゃあまあまあどんどん攻めてもよかったけど、まあ治療してるんだったら多分間に合わない気がする。おさすがに治療やめたか。結構ああいうシーンって欲張ってギリギリまで回復してくれる人多いんだけど、はいよし、じゃあこれで袋使わせたんで、あとは祭司を倒していきましょうか。さあここを倒しては来ない、全然板倒さないな。じゃあそのままなんかラグそう、ちょっとかわいそう。 OK、 んーでこれで占いも使い切ったんで、これ犬にしようかな。犬アントニオの恐ろしさを見せてやろうか。後半犬に変えるのマジで強いからな。さあそこ入ってどこで止まるかな、そこで止まってるか。 OK、 じゃあ犬使いましょうか。あー戻ってきてる、それはやめてほしい。 OK、 ギリ間に合った。よいしょ、1回分でも2回分回避、いやでもここで犬使うのあんま強くないな、強くないけど、まあいいや。本当は救助シーンで使いたかったけど、さあ止まってもらって、はい、んーでもうこのままポンポンポンよ、よいしょ、 OK。 さあかなり順調に倒してる。であとは祭司犬のね強いとこはこのチェイスがあっという間で終わるとこなんだけど、その代わり難点といえば非常にこっから探すのが4追するのが時間かかってしまうっていうね。頑張ってサバイバー探してくるわ。ようやく見つけたただこれダウン取ってもまた占いが起き上がってるんだよな。はい、 OK、 よしよしよし、これで最初は騎士会吐き終わったから、次は、占い師をダウン取ったら今度こそおしまい。そして犬がもうすでに回復してしまったということで、最後犬を使ってダウンを取りたところ、これどっちも行くかな。行ってほしくないのはこっちの右側方面、なぜかというと工場内に消えてしまうとこなんだけど、さすがに行かなさそうな感じかな。行ってないね、目視した感じもいないので、まあ、こっち側ちょっとクリアリングしていこうか。いるかなこれ、あ耳できたっていうことは、その辺の暗号機いるのではないでしょうか。いない、いたよかった見つけた。よしこのまま追っていこうか。そこを乗り板あるから乗り越えてないか、隠密された引き返してないな。あなるほどね、こそこそ乗り越えで通知鳴らさず行った感じか。じゃあこれ犬使っちゃおうかな。祭司をこうされちゃうのはちょっとめんどくさいんで、もう犬使ってはーい OK。 この犬めちゃめちゃ遠いけど遠い犬追いつけるかなこれ、さすがに無理くさい気するけど、どうでしょうか。1回分あー OKOK、 じゃあ多分これ間に合うわ。でそこ行った倒して多分また解除するけど、そっちが行っちゃったらもうなんもないんで、よいしょ OK。まあ、ということで今回はアントニオを使って遊んでみましたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で、バイバーイ。